その就任式って、うん、いろんな話が混ざっちゃって私も分かんなくなっちゃって、バイデンの就任式かまでもをポップコーンでも見て食べて見てくださいって、うん、そうですよ。トランプは新政権を立ち上げるっていう話になってる、うん、政党でしょ、政党、政党なのか、政権、政権って、うん、テキサス、られてないの、テキサス独立するとかやつね、っていう裏の話はあるけど、それもどうかわかんないよね。はい、皆さんこんにちは、長谷です。12月初め頃にですね、カナダの右派マスコミ、であるリベルメディアですね、の編集長であるエズラ・レバンドさんがですね、一つの動画をアップして、トルード政権がですね、宗教に協力したファイルを披露したんです。中にはですね、トルードがですね、宗教解放軍を紹介して、カナダの軍事基地で、訓練するという内容もあったんです。エイザラさんはですね、2010年、太陽新聞という、新聞紙ですね、に仕事をしていた際に、ソロスが、第二次世界大戦時に、ドイツのナチスの、協力策を行ったんです。で、それでね、太陽新聞はソロスに、告訴されたんです。で、結局ね、太陽新聞は小さな声明を出して和解したらしいです。で、2015年ですね、彼は、リベールメディアを創刊したんです。で、リベールメディアのスローガンはですね、主流マスコミが教えないことを教えるということです。トルード腐敗の本を出版したことがありますし、で去年ですね、中国ウイルスという本を、出版したんです。で、彼の暴露した情報はですね、どこから来たかといいますとですね、2019年の4月、リベールニュースがですね、カナダ政府に手紙を送って、ロシアのある報道の正しさをですね、検証するために政府のファイルは必要ですと。だからこれらのファイルをですね、くださいという手紙を出したんです。ロシアの報道はですね、カナダ政府はですね、代表団を中国に派遣して、中国海軍の成立70周年の式典にですね、参加したという、タイトルの報道です。で、当時はですね、非常に敏感な時期だったんですね。なぜ敏感な時期かと言いますと、ちょうどですね、2人のカナダ人がですね、人質として、中国に捕まった時期だったんです。で、この2人の捕まりはですね、ファーディの、モーバン州がカナダにね、捕まったことの報復措置として、中共に並べたものです。だからカナダの州、北京大使館のライブサイトを調べたらですね、全くね、この報道はなかったんです。だからこれを検証するために、カナダ政府にですね、何をかかるわけです。でもね、カナダ政府はですね、ずっと彼にね、返事しなかったんですよ。ずっと19ヶ月。後にですね、2020年の11月にですね、カナダ政府が彼にね、必要なファイルを送ったんです。で、彼を、驚かせたのはですね、カナダ政府が彼に提供した資料はですね、彼の欲しいものだけではなくて、中共と関連のある多くの資料はですね、提供された。で、中にはですね、中共の、軍隊との関係のある大量の資料があったんですね。で、彼はですね、これらの資料を、彼のウェブサイトにね、公開したと。で、エズラさんはですね、カナダ政府が切符を待ち当てですね、彼にこれほど多くの機密ファイルを送ったと思ったんです。で、これらのファイルからですね、トルード政府がですね、中共に協力した、妥協したことが分かったと。この協力と妥協はですね、トルード個人の態度だけではなくて、彼の政府としての態度でもあります。ファイルはですね、トルドが、中国海軍成立70周年の式典にですね、代表団を送っただけではなくて、中国解放軍と多方面の交流をしていたということもあったんですね。
で中にはですね、トロントにあるカナダの軍事学院、およびですね、キンストーンですね、キンストーンの軍事施設で中国解放軍の指揮官をトレーニングする車だったんです。また、中共の特殊部隊がですね、いかにカナダの寒冷地に、戦術を運用するというのが主ですね、トレーニングしたことも記録されたんですね。だからまだカナダ政府はですね、ずっと中国に、軍隊を派遣して中共の宣伝にですね、協力していたということも分かったんです。令和の時代に生きる日本人の使命の一つであろうと私は考えます。東京裁判あるいはドイツを裁いた裁判も含めた戦犯裁判を考察する上で、不可欠な書物というふうに考えられるにもかかわらず、だから中共はですね、2人のカナダ人を捕まえた後ですね、カナダ軍部はですね、訓練プロジェクトを、取り返したと。でカナダ軍部はですね、中国軍人と付き合いたくないというのはですね、モーバン州の捕まった事件と関係あるだけではなくて、ファイルアイズとも関係がありますね。特にトランプ政権が誕生してから中共とも関係が変わったじゃないですか。だからカナダ軍部の中共に対する態度も変わったんですね。でトルドーがこれに対して非常に、ね、怒ったんですよ。だから彼はですね、自分の、懐刀ですか、イアン・シュガートという人ですねに、この問題を解決するよと指示したんですね。で、シュガートの任務はですね、中共への懸念を口にするなと、このカナダ軍部にですね、圧力をかけたんです。で同時にですね、カナダ軍隊にはですね、中共の軍隊への協力を強いたと。目的はですね、中共の指導者である、習近平の官僚のメンツをですね、傷つけないことにあったそうです。トルドーにとってはですね、中共が、カナダの最も大事な盟友で、アメリカではないんですよ。でまたファイルはですね、トルドー政府の内閣大臣である、ちょっと彼の名前忘れましたけれども、2019年6月にね、中国の広州に、3日にわたって行われた、世界温暖化会議に参加したことにもですね、言及したんですよ。で江澤さんはですね、これは、国力的な行為だと思ったんです。で2019年10月にですね、カナダ政府はですね、軍人代表団を、派遣してですね、世界軍人運動会に参加したと。中共の、宣伝にはですね、積極的に、協力したと。またカナダと中共の間にですね、6万5000人の中国解放軍がカナダ国内で訓練されるという協会の存在がですね、披露されたんですよ。だからつまりね、今、カナダでですね、訓練されている中国軍人はですね、なんと7万5000人に達しているという。でこのファイルにはですね、一つの内部備忘録がありましてですね、貿易協定を結ぶときにですね、中共はいかにね、人権問題において民主国家にね、情報を求めるかということもですね、この備忘録にあったんですよ。また中共はですね、いかに一帯一路を利用してですね、世界を植民地にして、中共を中心とする経済と政治帝国を作るかということもですね、リボロクに含まれている。また、中共はですね、いかに外交方針の会でですね、中心とした八国主義の理論を宣伝したのかということもですね、披露されたんですね。つまりね、これからいかなる国もですね、中国を通して他の国と、貿易、あるいはですね、協力関係が発生するということです。だからトルドーはですね、今までずっとね、昇進翌々に、習近平のメンツを守っており、国際社会がですね、中共に警戒しているとき、トルドーはですね、中共に完全にね、ドアをオープンしたんですよ。で、カナダの軍事情報も提供していると。もう一人のカナダの作家ですね、マンソープさんですね、かつてパンダの爪という本を書いたんですよ。で本はですね、中共が、パンダ外交に、長けていると。で中共はですね、いかにパンダを利用してね、カナダへの侵攻を行ったのかを紹介したんです。この本の結論はですね、カナダが中国を変えることはなく、中国がカナダを変えたということです。
サービス料ゼロ、基本配達料ゼロ円、ゼロ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 、フードネコ。で、中共はですね、アメリカとメキシコの国境あたりにですね、巨大な農場を購入したと。で、面積はですね、512平方キロだそうです。まあ、香港の半分ぐらいですよ。で、購入者はですね、解放軍の元高級官員の、孫光新氏です。で、彼はですね、中国共青団がかつてね、表彰した10人の傑出青年の一人であったんです。で、アメリカとメキシコとの国境あたりはですね、あまりね、経済的な価値はないんです。これはですね、この敷地はですね、中共の軍事基地となっている可能性は高いと。しかもですね、巨大な滑走路が作られたと。大型輸送機の離陸と着陸ができると。で、メキシコの密航を差配する人はですね、地下通路を掘る技術がありますよね。だから、こんなに広い敷地に基地があれば、中共はですね、解放軍を簡単にね、アメリカ国内に送ることができるということになりますね。で、12月下旬にはですね、一つの情報が流出したんですけれども、で、習近平はですね、25万の解放軍を、派遣して、バイデンの就任式の地図をですね、維持するという案をですね、バイデン陣営に提出したそうです。で、これを聞いたときですね、私はまあ冗談じゃないかと思ったんですよ。でも最近のネット上の話によりますとですね、中共がカナダにはですね、7万5000人の解放軍を配置したと。で、メキシコにはですね、17万5000人の解放軍を配置したという。これはですね、正しいかどうかは知らないんですけれども、1月14日にですね、ポンペオが追加にですね、我々の戦士を攻撃するならば、必ずね、大きな代償を払ってもらうという内容を投稿したんですよね。で、同時にアメリカの軍隊を視察した、写真1枚をですね、掲載したんです。ポンペオはですね、兵士たちとなんか握手しているという。だから軍に関係ないんですね、ポンペオはですね。彼は国務長官なんですよ。なんでこのいきなりね、こんな発言するのか。非常に興味深いですね。またトランプさんはですね、アラモでのスピーチはですね、メキシコにいる中国解放軍に向けてお話ししたものだというふうに見られているんですよ。つまり、兵器を盲導するなという警告をするものだと見られています。最近はですね、アメリカ国防省はですね、絶えずワシントン DC に兵力を派遣しつつあるんですけれども、派遣した兵力ですね、もう3万5000人に達しているという話もあったし、まあ5万近くにあったという話もあったんですよ。まあ具体的にどのくらいの兵力をですね、今ワシントン DC にあるかというわからないんですけれども、本当にね、アンティファと BLM の騒乱にこれほどの兵力本当に必要なんでしょうか。ちょっと疑問なんですよね。また宗教の解放軍はですね、ディープステートの協力でアメリカ国内にすでにね、入っているという噂もあるんですけれども、これからの情勢はですね、これらの噂の真偽をですね、検証することができると思います。先手を打たれてるわけか。サンガリア、朝の目覚めに水の管理は何もできないわ。毎日の食事においしい。伊賀の生山の手紙をいただきます。伊賀の天然水強炭酸水キリン。サンガリア。今から12年前、一人の日本人が先の大戦での激戦地、18万人もの日本人が命を落としたニューギニア戦の真実を描いたドキュメンタリー映画を制作。ホワイトハウスの報道官マケーナニーさんはですね、金曜日夜、荷物を片付けてホワイトハウスを離れたと。テキサス州でですね、水曜日まで仕事をすると言ったんですね。マキナニーさんはですね、自由は他人からもらったプレゼントではなくて、神と自然法則の下で我々に属する権利であると、ツイッターにですね、投稿したんですね。これはアメリカ建国の父であるフランクリンですね、の名言です。
天が与えてくれた権利なので自由のために、戦うのは神聖なることであると。でワシントンの自由防衛戦はですね、すでに始まったとを投稿したんですね。でこの発言もですね、興味深いものですね。これは民主党と共和党の戦いではなくて、ワシントンの自由防衛戦というのはですね、どういう意味でしょうか。ワシントンがですね、陥落する危険性があるから防衛するのでしょうか。まあ、わからないんですよ。興味深い話なんですよね。でさらにですね、真相こそ人々に真の自由を獲得させることができると。情報公開、投票の監査、国葬、合法かつ透明が必要だと。でトランプさんと国民はですね、必ず勝ちますということも言ったんです。わからないですけれども、まあ、トランプさんの身近な人はですね、今、まあ、テキサス州あるいは、ね、フロリダ州にね、集まっているらしいですけれども、でトランプさんの娘と息子はですね、フロリダで、家を探しているという。もしかしてですね、しばらく、まあ、ワシントンを離れることにするかもしれません。で1月14日に、オランダ総理のマルク・ルテですねの内閣が、全体辞任すると考えているとを発表したんです。またエストニアの首相ラカスですね、ラカスが彼の所属している中央党と、腐敗容疑のある5人の調査を受けていることで、まあ、辞職すると発表したんです。エストニア大統領はですね、右翼改革党主席に、新内閣を作ってもらうということを考えていると。またイタリア首相のコンテ内閣はですね、中共ウイルスの流行期間中に崩壊に陥ったと。コンテがですね、辞職する可能性が高いと。だからこれらの国でですね、左派政権はですね、相次いで倒れていくということはですね、どういう意味しているのでしょうか。これから保守勢力がですね、世界範囲内に全面的に復活することになるのでしょうか。まあ注視しましょう。はい、今日の話はこの辺にいたします。また次回お会いしましょう。視聴回数が伸びるから大統領選に参戦してきたんだよ。それはあるかもしれない。皆さんこんにちは、 IT ビジネスアナリストの深田萌絵です。今回はディープステート連続不審死の舞台裏についてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録そして通知設定ベルマークチンとしてくださいね。はい、激動の時代になりましたね。まあ、ツイッターなんか見てると、まあ、アメリカ人がですね、まあ、ディープステートの人たちがこんな次々と死んでるのはなぜなんだってことをつぶやいていて、やっぱり見てみると、まあ、エンド・ロスチャイルドさん57歳で亡くなられたりですね、シェルドン・アンダーソンさん、サンズ、ラスベガス、マカオ、シンガポールのサンズを仕切っているカジノ王が、87歳で亡くなられたり、スイートン・ローの共同 CEO で、しかもスーパーリッチのドナルド・トーバーさんが89歳で老衰ではなく突然飛び降り自殺、リリー・ローさんというジニー不動産の一人娘でスーパーリッチの女性がですね、34歳という若さで裸で飛び降り自殺をされたということで、いろいろ物議を醸しています。これが、いつから起こっているかというと、ちょうど、ね、1月6日の選挙人投票の開票日の後からなんですよね。だからそのバイデンで確定しましたっていうあの日からいろいろ動いているんですよ。でやっぱり一番この不審死、まあ、この人たちだけじゃないんですけれども、一番おかしいなっていうのがリリー・ローさんですよね。34歳で赤ちゃんがいて、赤ちゃんと一緒にその飛び降りたって自殺するっていうのがちょっと変じゃないのかなというふうに言われています。でしかもうつ病だったら裸にならないですよね。裸でしかも赤ちゃんが巻き添えに死にするのかな、どうなんだろうっていうところで、結構そのいろいろおかしいんじゃないのかっていうことが言われています。悩み事がね、そのお金に関する悩み事とかはないはずなんですよね。しかも彼女、お父さんはスーパーリッチの不動産を、お母さんはその共産党幹部の娘で、中国でもすごく力を持ってるんですよね。で彼女その中国 の, そのディープエージェントとしてアメリカに来てですね、でお母さんのために物
ッシュ政権時代からジブ・ブッシュと会食をしたりですね、17歳の時からエージェントとして、活動をアメリカで始めてるわけですよ。なのでヒラリーと写真を撮ったり、ハリウッドのセレブリティと写真を撮ったりですね、かなり華やかな生活をしていました。で、これ彼女がですね、亡くなられたのが中国ではなく香港だったっていうのがまた奇妙で、中国だったら中国共産党の仕業の可能性がかなり高いんですよね。で、中国共産党がやったんだったら、こういう不審死だったっていうニュースではないと思うんですよ。しかも中国であればニュースにもならないんで。で、これ香港で起こったっていうのは非常に不審で、まあ、香港のやっぱりマフィアにやられたんじゃないかなっていうふうに言われているんですよ。しかも裸で、死なせるっていうのが、その見せしめで一族に対する恥ずかしめの意味があるんですよね、これ。なのでこれマフィアの手口なんじゃないのかなっていうふうに言われています。で、多分ね、これ香港警察はおそらく自殺だというふうに発表すると思います。で、これは何かというと、香港警察がそのマフィアに屈している以上にですね、これ中国共産党幹部の孫娘を自分たちが守りきれなかったとなると、自分たちはそのメンツが丸つぶれなので、自殺っていう体にしとかないと自分たちの立場も悪いんですよね。なので自殺で処理はすると思うんですけれども、手口からしてマフィア の見せしめによる殺人ではないかというふうに言われています。で、このタイミングで結構そのチンパンがね、結構中国系のエージェントを粛清し始めているんですよ。これなぜ中国のエージェントを粛清し始めているかっていうと、チンパンっていうのはその歴史的に、まあ、装備でなんか見てもらっても分かるんですけれども、アメリカをこう出玉に取るために自分たちが仲介人の役割を果たすんですよね。そのためには中国と直接つなぐエージェントがいたら邪魔なんですよ。そのためにそれを断ち切るんですよね。で、これまで何やってきたかっていうと、その江沢民なんかと仲がいい人っていうのをどんどん粛清していた。その粛清するためにそのいろんな国で江沢民は悪いやつなんだ、本当に悪い人なんですけど、悪いやつなんだというプロパガンダを流してですね、その江沢民派の人間をこう叩けということを、メディアを使ってやらせるんですよね。で、まあ、日本でも CSIS なんかを使って二階今井叩きをやったんですよね。それは菅さんを乗せるためにやってるわけですけれども、その二階さん今井さんっていう人は、まあ、直接中国とつながっているので、彼らがいると石膏財閥チンパン都合の悪いことに中国政府と日本政府の間で嘘をついてこう操ろうと思ってもですね、ここで直接つながっていて直接情報をやり取りされると自分たちが嘘をついて操ろうとしているということがバレちゃうんで邪魔なんですよね。で、どうしてもその二階今井を下ろしたかったので、今井が、まあ、今井さんを下ろしてたので、まあ、よかったねっていうふうに思っているんですけれども、おそらくその流れでチンパン石膏財閥をですね、共産党系のエージェント粛清して回っているんだと思います。台湾系の石膏財閥、結構そのアメリカ社会に入り込んでいてですね、今回の選挙の投票システムはインターネットで台湾、ネット経由で台湾にもつながっていたんですよね。で、サーバーが、まあ、ドイツだけではなくて台湾の方でもつながっていてですね、台湾に選挙システム、投票システムの親会社の幹部がですね、選挙の前日に台湾入りしてどうも接続をしていたっていう、そういう痕跡もあるんですよ。で、意外とそのあとはその石膏財閥が推す政治家が結構どんどんアメリカで当選してるんですよね。選挙で当選してるんですよ。なので次からバイデン政権になると共和党政権も結構そのイーレンチャオ経由で、支配力を発揮してたんですけれども、バイデン政権ではもっとその影響力を発揮してくるんじゃないのかなというふうに思います。特にそのチンパのトップのショウ・ユウキンの子がいいアンドリュー・ヤンですね。アンドリュー・ヤンはその大統領選の候補で民主党から出た一人なんですけれども、彼がですねヒューマニティ・フォワードという彼の非営利組織を通じて何人も候補を立ててるんですよ。で、当選したのがマリリン・ストーリックランドさんという韓国生まれの方で、ジェレミー・クーニーさん、この人はニューヨークの上院議員だったんですけどインド生まれ、ロン・キムさんは韓国生まれの方、ユーライン・ニューさんはこの人は台湾生まれ、ジェレミー・ジョンソンさんはジャマイカ系で、あとはグレムス・メンさんは下院議員なんですけど、この人は、まあ、台湾系のアメリカ人ですね。なのでそのどちらかというとそのマイノリティで、移民系の人たちをどん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 こう選挙に
に出るのを応援してダイバーシティを進めようという、まあ、グローバリスト的な思想の人が、応援しているとかどん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 こう当選してきます。で、まあ、彼はその施行財閥の影響が次は本当に次のバイデン政権ではかなり強くなるんですけれども、まあ、施行財閥の怖いところはですね、やっぱりそのプロパガンダに強いんですよね。で、まあ、台湾のディープステートとしてもう何十年戦後からずっと台湾を支配してきていますし、あと最近なんかね、やっぱり親日のプロパガンダすごく出しているんですよね。なのでその親日だと思って信じてこうね、いろんなことをこう依存しすぎると自動車産業みたいに突然裏切られてチップ供給を欲しいだけ必要なだけを出せないよっていうことをふって断ったりして、日本産業をすることが、ね、簡単にできちゃうんで、まあ、新日反日っていう以上に新日を装って実はそうでもないっていう時の方が結構怖いと思います。で、彼らはやっぱりその CSIS を使って、まあ、菅総理を誕生させたっていう 人たちなので、その力は侮れないと思ってるんですよね。 で怖いのがやっぱりその台湾の石膏財閥はですね、菅総理は頭のいい方だけれども、菅総理はバカで簡単だと思ってね、自動車産業はもう台湾の支配下にある、もう次はアメリカだっていうことで、もうかなり勢いがついているんですよ。この台湾石膏財閥のやっぱり面倒なところはですね、まあ、日本人にたやすいと思ってるんですよね。やっぱり CSIS を使って二階今井批判をしたらですね、保守派がすごく喜んでそれに乗って、やっぱりその一緒になって叩いてしまったっていうこともあって、日本人は洗脳しやすいというふうに思っているんですよ。でその一方で、まあ、菅総理は、まあ、頭のいい人なんですけれども、それでも彼らからしたらですね、自分たちの功績で総理になれた人なんだから自分たちの言うことを聞くべきだ、彼はもうすごい簡単に、菅総理は簡単に自分たちが操れるって思っていてですね、自動車産業はもう台湾の支配下にあるし、それに対してね、菅総理は何の対策も持ってこないんだから多分無能なんだろうというふうにすごく見下していてですね、で次はもうアメリカをこう実質支配浸透しに行くぞっていうことをすごく盛り上がってるんですよ。やっぱり台湾の石膏財閥からしたら自動車産業ってね、日本の命なのに、それをね、何の対策も取らないっていうのは無能だというふうに見られても仕方がないんですよね。だって韓国の方が今回は傷が浅いわけですよ。韓国のキア自動車とか、あとヒュンダイ自動車はサムスンがあるんで減産しなくてもよかったんですよね、このチップが足りないって言われてる時代に。で日本はもともと半導体で世界で一番で工場もたくさんあったものなのに、どんどん台湾に売ってしまってですね、チップが調達できなくなっちゃったっていう間抜けなことをやってるわけですよ。それはやっぱり見下されても仕方がないと思います。で菅さん結構韓国に対して厳しいでしょ。韓国の半導体産業に対して半導体素材の一部をその供給輸出の手続きをね、厳しくするってことをやったんですけれども、それをやってですね、結構台湾の方は多めに見てるんです。なので結構菅さんは基本的には韓国とか中国には厳しいんだけれども、台湾には甘いっていうのは、これは結構そのね、菅さんの取り巻きがそっち系だから、バランスの悪いそういうデシジョンメイキングをしているんじゃないのかなというふうに思います。でやっぱりその菅さんは今右から左から叩かれてるんですけれども、その右でもナショナリズム系の保守派の人、左でも半島系ですよね、半島系の人たちからも叩かれて、まあ、それはやっぱり菅さんが韓国叩いて台湾を守るっていうことをやってるので、そういうバランスのところから叩かれたんじゃないかなと思います。菅総理はやっぱり頭がいい方だと思うんだけれども、取り巻きがこう結構政商系が多くてですね、しかも維新と仲良しでしょ。で維新のバックって結構その台湾石膏財閥系チンパン系の人が多いので、やっぱりその菅総理がこれはいいインサイダー情報だと思って聞いてる話が単なる向こうのプロパガンダっていうことに気がついてない可能性があるんですよ。ただその石膏財閥の人たちからするとですね、菅さんは頭がいいから次はもっと軽い神輿を担ぎたいと思っていてですね、なので吉村総理論とか橋本総理論をメディアで流して日本人の反応を見ているんじゃないのかなと思います。そして台湾のことを少しでも批判するとですね、すごいアンチが湧いてくるんですけれども、まあ、そうやって、まあ、メディア上でも言論をしっかりコントロールしているんだろうなというふうに思います。ということで、今回はディープステート連続不審死事件についてお送りいたしました。じゃあね。
強いんだよ、この人。詳しいのを調べてるんだけど。こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ、ウキです。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目22時15分のニュースをお届けします。本日1月17日、まだトラさん親分絶賛応援、米の国の最新情報と絶対に諦めない皆様と分かち合いたい危ない情報、リンリンさんの重要な発言などをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報迷って方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている登場、リンゴを使わせていただきます。何卒ご了承ください。と本編に入ります。その前に無茶ぶり D から皆様への無茶ぶりです。視聴者の皆様のおかげでこの文化人放送局2もチャンネル登録者が10万人を突破しました。その例としてこの文化人放送局2のプラットフォームを皆様にお貸しするので動画投稿しませんか。動画内容はあの国の都市選び、政治時事問題、陰謀論、歴史、スピリチュアル、都市伝説、ホラーなど YouTube 規約違反にならないなら何でも OK、 あなたの得意を世界に発信しましょうとのことです。もしご興味があれば一緒に動画投稿しませんか。投稿方法やアルバイト代など詳細含めてひとまず概要欄のホームページからご覧になってください。お待ちしております。それでは早速本編に参りたいと思います。よろしくお願いします。まずはこちらですね、みえさんのツイートです。YouTube が出る前から就任式のために爆弾のようなワシントン DC、 舞台はワシントン DC のダウンタウンに出入りするためのチェックポイントを配置、グリーンゾーンとレッドゾーンの境界線が配置されています。隣接するバージニア州から市内へいくつかの橋は式のために来週閉鎖される予定ということで、結構すごい厳重な状態になっているんですね、ワシントン DC が。でこちら石村さんのツイートです。ナナマスコさんも昨日番組に話したときに言っていたが、ワシントン DC は完全なロックダウン、ニュースマックスの報道のように2万5000の軍隊配備は異常だ、メディアはそんな緊迫を伝えない、また州兵と連邦軍が対峙するような状態という未確認情報まである。ただ確かなのは新大統領就任式の警備とは思えないことだというようにおっしゃっていますね。で続きまして、こちらもですね、奥さんと会話もせず、どう見てもこれ就任式なんかじゃない、明らかに戦争の準備だもんというようにおっしゃっています。はい、かなりすごい展開になってます。動画見てんの厳重というかやばいことになっていますね。寂しそうに、はい、何か戦争に備えているかのような状態です。続きまして、こちらアーロン塚さんのツイートです。連邦政府が州兵を発動する根拠、1、外国からの侵略もしくは侵略される危機、2、反逆もしくは反逆の危機、3、通常の権力で法の執行が対応できない時に発動できるというようにコメントしてくれてる。これが事実であれば、州兵が DC、 ワシントン DC を守っているというふうに言われているんですけども、はい、これらの状況に当たる何かが あそこに配置されているのかもしれません。年配の人も見てる、梅さんが自分の希望のために配置したという説もあるし、55から65年間かなり大丈夫なようにとか、なんかちょっといろんな説があって分かんないですけども、あれかな、はい、食卓一緒に見てくれてるの、危険な匂いをする状態だということは間違いですね。続きまして、こちらアーロン塚さんのツイートです。梅さんボスの就任式の可能性シナリオ、1、本当に就任式がある、2、就任式がない、3、見せかけの就任式であるが実はテレビの CG で多くの視聴者が偽の就任式に騙される、未知の身の就任式であるかが見どころかなというようにおっしゃってますね。はい、まあ、どのようになるのか、本当に2、3日後ですけども、その日になってみないとわからないなというふうに感じております。で続きまして、こちら日本語訳したものを読ませていただきます。梅さんが YouTube で就任式典を開催、彼のチャンネルに2万4000人しか参加しない、トラさん親分はアラモで YouTube のスピーチを開催し、話している間に80万4000人視聴者を獲得しましたというような記事も出ております。こちらですね。はい、このようにですね。これですね、これをちょっと解説したツイートを発見しました。こちらですね。梅さんは今日 YouTube でバーチャルイベントを開いた。そしたら1000人ちょっとが見たって。それで王全ボスより票を取ったって笑わせんじゃねえよ。アメみたい威訳。王全ボスよりというか、史上最大の得票じゃなかったって、1000人で点々点っておっしゃってますね。はい、このように最初の時点は1000人だったということなんでしょうか。ちょっと様子がわからないんですけども、ここの時点では、2万4000と書かれてますね。はい、とにかくですね、視聴者数が少ないというか、人気がないんじゃないかっていうことがわかりますよね。本当にやばいですよね。でですね、続きましては、こちら、梅さんのツイートで早速やばいことが起きているそうですね。梅さん政権誕生に合わせて移民キャラバンが米の国に進撃。ホンジュラスからグアテマラに向かって進んでいる米の国に向かう巨大な移民キャラバンの動画が公開されました。早速やばいですね。移民キャラバンはホンジュラスの中からグアテマラに向かって前進しており、凄まじい数です。
ウィンは国境警備を圧倒し検問所を突破しており、グアテマラの移民当局はなす術がありません。梅さんの呼びかけに移民がこうした形というこちらですね。えらいことになってますね。これ移民みたいですね。でこちら移民研究センターによると、新しいキャラバンは金曜日にホンジュラスのサンペドロスラを出発し、1月20日までに楽園コミの国に射撃艦到着する予定です。メキシコは移民キャラバンがホンジュラスからコミの国に向かうにつれて、グアテマラとの国境を強化して移民侵入防御。梅さんは就任から最初の数日間で2100万人から2000万人の不法滞在者に市民権付与を狙う。2021年1月16日現在コミの国に住む1100万人の不法滞在者に市民権付与する法律を議会に導入する計画で、交流と国外追放のための資金は含まれません。1986年のレーガン大統領の移民法案以来の規模です。というようにしております。はい、早速えらいことに、何を思って梅さんはそういうことしようとしてるんですか。早速やばいこと、最初の数日間でこんなことしてマジでやばいですよ。でもほんまにコミの国やまられますよね。心配になりませんね。はい、続きましてこちら、ここからは機密情報公開っていう感じの流れでお話をしたいと思うんですけども、西村小屋さんのツイートです。トラさんがオーゼンボスゲート事件の情報を全て開示するという臨時ニュースが流れた。今コミの国は東部時間午後1時、まだオーゼンボスゲートの開門はない。もし実行されれば大事件だが、日本メディアは全く報道していないですね。トラさん政権のオーゲートの情報開示、オーゲート開門は最初にフォックスでベテランジャーナリストのルードムスがスクープした。オーゲートは全情報公開は昨年トラさん親分が公開したスーザン・ライスのメール以上のものか。昨年5月19日のポリティコ誌によれば、スーザン・ライスが2017年1月にボス執務室からオーゼンボス梅さん同席の中で、就任直前のトラさん親分にロシアゲート疑惑を捏造しようと画策したことがわかる。オーゲートのされは以下のスレッドでどうぞというふうに、こちらは姉さんのツイートですけれども、先日紹介させてもらったものと同じかもしれません。はい、興味のある方はぜひ、ここを概要欄から覗いてください。で続きまして、こちら、姉さんのツイートです。秘密情報バンバン公開されたことについて、簡単に説明してくださいますね。スペシャルファイルをご紹介。今ですね、1月20日の夜の8時1分となっております。今夜ですね、リンウッドさんのコメントのみのお届けといたします。でこちらのリウントさんのコメントなんですが、これはリウントさんのテレグラム上の直近のコメントとなっており、あとパウエルさんのですね、テレグラム上でも最後にですね、載っているものとなっております。でこちらのコメントの方がですね、1776年の状況とですね、今現時点での状況、そちらの考察をしたコメントとなっております。2021年1月20日が到来した。歴史は今日に至るまでの自由の名のもとで、我々の努力とこれからの来たるべき日における自由のための我々の戦いについて我々を判断するだろう。最近私は時々1776年に我々の祖先の心に何があったのか疑問に思うことがある。彼らはより強い敵に直面した。彼らは数は多かった。彼らの財力はイギリスの財力と比較して劣っていた。全ての形勢を覆し彼らは勝った。そして彼らの犠牲により私たちは今自由だ。彼らは神と神が彼らのそれぞれに植え付け、紹介する稼がせる必要がない。
も直ちゃんの好きな人やな。マスクが嫌いな人。変な。声が嫌いなんだ。気持ち悪いんだよ。言ってると。最後のメッセージか。1万円以上ある方へ、その借金減額できる可能性があります。借金が減らないと悩んでいる。もうこれ話してるんだ。危ないことは言ってないよ、多分。ここに立ってる、問いかけてる。皆様こんにちは、そしてこんばんは、及川りぎさです。今日のテーマはトランプ政権業績、そして弾劾裁判全議員を黙らせた演説ということでお送りします。ぜひお付き合いください。見た改めてこの私のチャンネルをご視聴の皆さんには本当にいつもご視聴いただき感謝しております。私がこのチャンネルを、始めたのは約2年前なんですが、実は私自身がこの YouTube を始めたきっかけはほぼ4年前だったんです。4年前に実はトランプチャンネルというそういう名称でチャンネル名で初めて YouTube チャンネルを始めました。でその時はこのトランプ政権がスタートしたばかりの時だったんですよね。でなぜトランプチャンネルという、チャンネル名で、トランプさんのことについて専門に伝える日本語のチャンネルということで始めたのかというと、それはその当時からですね、とにかくトランプっていう人が誤解されている。今はトランプファン随分増えましたけど、アメリカでも日本でも。しかし4年前トランプさんが最初に、当選した頃っていうのは、とにかく日本のマスコミがどこもおかしくも反トランプだったの でネットもそんなにまだそんなに勢いがなかったので、トランプに対してのマイナスの情報ばかりで、少なくともアメリカで出ているトランプについての真実の情報が日本語で伝われるメディアがなかったので、これをやろうと思ったんですね。それがトランプチャンネルっていうチャンネルでした。で、実際はどのくらいやったんですかね、1年ぐらいで実は挫折してしまって、で1回そのチャンネルをやめました。やめて、それからちょっと間を置いて、この現在のこのチャンネルを今運営しているところであります。そういうことで、このタイミングでトランプチャンネル、トランプチャンネルから YouTube を始めた私自身としては、このトランプ政権の業績、これについてちょうど昨日ホワイトハウスがこの業績をまとめた内容を発表したんです。それをホワイトハウスの発表した内容をお伝えすることによって、一旦ここでトランプ政権の業績を総括してみたというふうに思っています。その前にオバマゲートの機密文書に関して、これはこのチャンネルで2つぐらい前のテーマで、お伝えしたんですけど、このオバマゲートのオバマゲートの機密文書の公開、これに関してはこの方ですね、ジョン・ソロモンさん、FOX ニュースのルードーシさんの番組にゲスト出演しているこのソロモンさんがですね、公開は明日になんだろうと、明日って19日なんですよ、アメリカ時間の19日、もうこれからなんですよ。で、本当はもっと前に公開されると思われたんですが、まだ十分公開されていません。ただ、これは政府からのこの文書の公開なんですが、議会の方からの機密文書の公開はすでに先週行われてるんです。それがこれなんですね、FISA Abuse Investigation ということで、上院議会の司法委員会がすでに先週ネットで公開しています。司法委員会がこのオバマゲートについて調査をしているんですね、昨年から。でただオバマゲートっていう言い方は通称であって、議会の方ではフィーサ悪用事件の調査という言い方をしてるんですけど、フィーサという外国人の要人を、国家安全保障のために堂々と盗聴とかしていいという、そういう捜査のための FBI とか CIA の捜査のための法律があるんです。それがフィーサなんですけど、このフィーサを、オバマゲートではオバマ政権が悪用して外国人の要人を捜査するんじゃなくて、トランプ政権、トランプ陣営を盗聴したんだと、トランプ陣営に対してスパイ行為をしたというのがオバマゲートなんですよね。このフィーサ悪用ということでその調査をしましたという内容が出ています。これもここの非常に重要な内容があるんですが、これから出てくるオバマゲートの機密文書の公開、これと合わせて改めてこのチャンネルで皆様にお伝えしようと思っています。それからですね、もう一つこれをお伝えしたいんですけど、1月3日の議事堂の暴動は大統領の扇動なんだ、
1月2日のこの大きな問題ですね。何度かあるもトランプさんのせいにされてるんですけど、これはもうトランプが行った、トランプ大統領の犯罪だと、人々を扇動したって犯罪だっていうことで、まあ、会員ではすでに弾劾が、まあ、可決されてるわけです。しかしこれ本当にそうだったのかという議論がまだされています。会員の議会でもう弾劾の投票終わってるんですけど、実は、この方ブライアン・マストという会員が、立派な演説をされています。このブライアン・マスト下院議員は共和党なんですが、もともと軍人でした。でアフガニスタン戦争に行かれてるんですね。でアフガニスタン戦争の戦場で両足を失っています。両足が義足なんですね。でも義足で立派に歩きながら議員活動をされている方なんですね。でこの方がですね、演説をしました。この会議の中 でここで言ったのは、ここではこの1月3日のこの事件はトランプ大統領が扇動したのが原因だというふうにみんな言ってるけども、果たして本当にそうなのかと。じゃあここにいる人間、この下院議会ここにいる人間の中で1月3日にこの議事堂に押し入って法律を破って暴動を起こした連中、この連中に実際にこの君たちがこの暴動を起こしたのはなぜやったのか、それはトランプ大統領の扇動によってやったのかって本人たちに聞いた人間はいますかっていう、こういう質問をしたんですよ。本人たちに実際に聞いたのかと、実際に暴動を起こした人間たちに、あなた方はトランプ大統領の演説を聞いて扇動されてやったんですかって、確かにその通り本人たちに聞くべきですよね。でそれを聞いた人間はいますかって言って、で答えを待つんです。この議事堂の中で30秒ぐらい静かに待つんですよ。でも誰も私は聞いたっていう人は出てこなかったんです。で30秒経って誰もいないようですねっていうふうに言って、これでこの演説を終えるんですね。この演説非常に迫力のある演説なので、ある意味では静かな迫力のある演説なので、ぜひ見ていただきたいと思います。 Has any one of those individuals who brought violence on this capital been brought here to answer whether they did that because of our president?誰もいないですね。ということでここで演説を終えます。そして今日のメインですが、トランプ政権の業績についてホワイトハウスが、まあ、このようなリストを出してきました。まあ、これ一つの総括をしているんだと思うんですが、ここに出ているトランプ大統領のトランプ政権ですね、トランプ政権の業績について主要項目だけ、お伝えしたいと思います。まず経済です。市場空前の好景気を作った。新規雇用が4年間で700万人と、これはものすごい数字です。それから世帯収入は約6000ドル、60万円分も増えているんですね。失業率は 3.5%、50年ぶりの低さであります。特に、中産階級、まあ、ミドルクラス中産階級のための大減税、これを行いました。これは歴史的な大減税で、総額 3.2 兆ドルに当たるんですね。で例えば、まあ、平均、7万5000ドルの世帯収入、まあ、日本でも、まあ、750万円ぐらい、年収が750万円ぐらいの世帯収入、まあ、これは日本だとちょっと今だと平均上限しませんけど、そこで、年間の減税が約2000ドルなんですね。20万円です。これ1年間で20万円給料が上がったことに相当します。それから法人税が 35% か 21% にというふうに、もうガクッと法人税下がったりとか、中小企業への、まあ、税額控除があったりとか、さまざまです。それからもう一つの大きな経済を動かした要因は規制緩和、大量の規制を緩和したというか、規制をなくしたんです、撤廃したんですね。これはすごく大きかったと思います。特に例えば前のオバマ政権の時にはエネルギー業界というのは目の敵にされましたので、アメリカでは石炭業界ってすごく大きかったんですけど、この石炭業界というのは CO2 を出すということで、このさまざまな規制を作ったりですね、それによって石炭業界の何万人という人たちが職を失ったりです。この規制をすると人々の職が奪われるんですね。しかしトランプさんは逆のことしました。規制をなくした、それによって石炭業界に何万人という人が帰ってきたということをやってきています。それから貿易です。フェアでウィンウィンの相手国のアメリカもウィンウィンの貿易に変えていく。それまでアメリカは一方的に損してたんです。アメリカは買うばかりで輸入品ばかりで輸出少ない、世界で一番赤字、貿易赤字が多い国です。これを変えようとしたんです。 TPP から交渉の立場で離脱、NAFTA 北米15貿易協定もこれもアメリカの国だったので、これを一旦やめて USMCA アメリカとカナダと結ぶことの新たな貿易自由貿易協定ですが、それから農産物に関してですね、まあ、とにかくアメリカの農産物を世界に売るとするんですけど、一番、まあ、アメリカの農産物を買うよってなったのが日本だったんですね。これもトランプさんの実績として出ています。ここに関してはちょっと複雑な心境ではあるんですが、それから中国に対しての大変な制裁関税、これを勇気を持ってやったということだと思います。
それからエネルギーに関しては、70年ぶりにアメリカはエネルギー輸出国になるんです、特に石油天然ガスの生産に関しては世界一ということで、アメリカは完全にエネルギーをどこかに頼る依存するんじゃなくて、中東に依存するんじゃなくて、独立したエネルギーによって独立できる。また労働者や家族という、まあ、庶民ですね、この庶民にも政府が投資ということで、チャイルドタックスクレットという、これがある種の減税です。どっちかというと庶民というか、低所得者向けの、まあ、特別な減税としまして、この枠というのは、まあ、1000ドルというのを出したときに一気に倍率を見せまして、これが低所得者にとっては大変な恩恵ということになります。それから、不法移民をアメリカの方にとって、それは一番重要な政策であり、実は新しい社会、もっと新しい社会の政策の政策となります。なかなか議会の協力もやれなかったんですけど、粘り強く議会で交渉して、ね、ネクストの方を作りました。で、まあ、完璧ではないですけど、作ってる最中ですが、かなりの人に作りました。それによって、不法移民の 87% が増えるんです。そして、世界のアメリカのリーダーシップの再生ということで、外交ですね、特にヨーロッパとの関係、ヨーロッパでなかったの、NATO がありますけど、NATO はこれまでずっとアメリカに対立し続けていて、NATO 加盟国というのは、本来出さなきゃいけない防衛というのを出さないといけないというのが日本人や韓国もそうなんですけど、まあ、それに対して NATO の部分に対して防衛費を増やせということを交渉していて、4000ドルじゃない防衛費の増加ということが達成しました。4000ドルじゃないですね。4000億ドルのヨーロッパからの防衛費の増加も達成したんです。米軍の再生、米軍が、まあ、特にオバマ政権の時に予算がとにかくオバマに減らされてしまって、まあ、しょぼくなっちゃったり、それを再生しました。2.2 兆ドルの軍事費を議会から獲得して、また同時にですね、ISIS を 100% 撲滅したのはこのトランプ政権の成果です。でさらには米軍というと5つの軍隊だったんですけど、6番目の軍隊として宇宙軍を創設しました。まあ、これも本当にたくさんあってまだいっぱいあるんですけど、まあ、あと例えば宗教的自由を守るということで、トランプ政権が中心となって世界の宗教者を集めて宗教的な自由を推進する運動、その中で特に中国のウイグルにいるこの方々はイスラム教徒なんです。ウイグル人を迫害するというのは人権弾圧でもあり、これはイスラム教徒に対しての宗教的自由を奪う行為だったんです。ここを指摘して、これが今世界に中国のアプリが必要なきっかけとなったのが、このトランプ政権の政策なんです。教育においては学校の選択、スクールチョイスというふうに言うんですけど、これも減税の枠も絡めて、両親が自分の子供のために公立の学校を強制されるだけではなくて、さまざまないろんな形の学校、私立の学校であったり、の 延長のような学校であったり、いろんな学校を選べるようにした。その時に非課税枠を増やして、で経済的な負担がなるべくない形で、公立学校ではないところでも、経営が選べるようにしたという、そういう、まあ、新たな試みも成功させました。また、オピオイドという、これは麻薬ですね。まあ、非常にアメリカでずっと社会問題になっていた麻薬中毒、これとも正面から戦ってきました。まあ、様々あったんですが、こういうトランプ政権の政策、これは最初にお話ししたように、私はトランプチャンネルで4年前始めた時の時から、こういう政策を実際にどんなことやってるのかっていうのを、YouTube でアウトプットすることによって、まあ、細かく見る機会が得られて、本当に政策はすごいなというふうに、今でも思っています。ということで、今日はこの政策について、まあ、トランプ政権の政策の総括をさせていただきました。まあ、最後にですね、明日1月20日、まあ、今アメリカでは大統領就任式にあたるんですけど、私はですね、今週実は、静岡県の菊川市っていうところで市議会議員選挙が行われているんです。明日ここにこのチャンネルとして取材に行こうと思ってですね、このチャンネル、まあ、なかなか国内の取材に行くとかめったにないので、もう理想になったりしましたけど、取材に行こうと思います。ここは静岡県の菊川市というところで、お茶の名産のとかですね、お茶だけじゃなくて、さまざまな農産物の名産物が、ね、素晴らしい農産物を作っているところなんですけど、ここで、市議会議員選挙という内容から報酬していただいたんですけど、この人、市議会議員選挙の候補者の人で、須藤由紀さん、28歳、この須藤さんがですね、まあ、地元の菊川市の農家の娘さんですね。で、今回移動されていて、農産物を PR しようというふうなことを政策に掲げてですね、まあ、これ実はまあ私と同じ高級生の仲間なんですけど、この菊川市で、この農産物を、もっともっといい、せっかくいい農産物を作ってるんだけど、それが PR が足りなくて、静岡県内だとか、日本全国にもっともっと広めなきゃいけない。いや、本当はもっと海外にもと、静岡のお茶なんて、グリーンティーが世界中でもう認められてるので、本当は海外に持って出るっていうのがあるかもしれないですね。さっきトランプ政権によって、まあ、トランプさんによって一方的にアメリカの農産物を買わなきゃいけないようになってきて、日本の農業が大変に強い立場になるんですよ。それに対してクオリティではもう日本の農業が極めて高いので、クオリティの高い農産物を世界に持っている、もっと PR しているという、
まあ、この辺の訴えがどんな感じでするのかも取材してくれると思います。これを改めてこの今週中に、このチャンネルでこのブレイキングニュースとは別枠で、ご紹介したいと思います。聞く側氏の方、このチャンネルご覧の、ね、聞く側氏の方いらっしゃるいらっしゃったらぜひ注目してください。今日はここまでです。ご視聴の方にありがとうございました。もう選挙の話は一切なくなってない。話せないって言ってるの。話したいことはいっぱいあるのに話せないってつぶやいてたの。もう中途バーサルないで置こうと思った。しか言ってないの。石川真弥。しんちゃん。知ってる。もちろんだよ。同じ。新しい。二番目のやつ、これかな。これ？うん。これか。最新は。寝ても覚めてもトランプ、トランプ、全世界のトランプ大好きな皆さん、おはようございます。そしてこんにちは、石川慎一郎でございます。本日は令和3年1月20日水曜日、ただいまの収録時刻は9時20分でございます。今日のテーマは現在のアメリカの状況であります。はじめに、昨日10日間の期間中、十分な飲料、水、電池、必需品を用意してくださいとお願いいたしました。これはアメリカ本土向けであり、安全な日本には影響ございませんので、どうかよろしくお願いをいたしたいと思います。また日本において停電なども基本的にございませんので、よろしくお願いになっています。本日は地方に引き続きまして、アメリカの状況についてお話をしていただいた、このように思っています。今朝日本時間朝6時、アメリカ時間ですと1月19日午後8時でありますけれども、約20分にわたってトランプ大統領の任期中最後のスピーチがされました。ちなみにネクタイは青でありました。両サイドに星条旗が2本ずつありました。ちょっとですね、その映像を見ていただきたいというふうに思っています。編集するかと思いきや編集じゃなくて、to renew its spirit and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th president of the United States. 黄色の縁取りになってるんですよ。今のような映像でありましたけれども、これをですね、現地、テキサス州に住む方より、これについてですね、メールが入ってまいりましたので、まずもって皆様にご紹介をさせていただきます。トランプ大統領は本当に名役者でありました。緊急放送ではなくネット放送でした。フォックスが放送しましたね。今終わりましたが、もう何て言ったらいいのでしょう。かっこ笑い、笑ってしまいます。あはは、あ、バイデン関係者が飛行機でワシントン DC に入りました。ハンターもいた感じに見えましたが、確かにこのスピーチを放送すれば誰もがバイデンの就任を疑いませんね。大統領のスピーチの内容は4年間ありがとうとありがとうという内容で、
とても悲しそうに、いつものように手を使わず敗北者を想像させるような感じで、でも内容にはきちんと小児性愛被害 CCP の脅威などに触れておりました。内容のやってる投資術というのはですね、こういうもんなんです。超優良企業の株を買う。これを見れば BS たちは喜んでいるでしょう。もう勝ち取ったと思っていると思います。その決定的なのが、大統領の後ろに飾っている国旗が悪党会社のものを使っていました。まあ、あえて使ったんでしょうね。金のフリンジがあるよ。相手は本気で大統領をやっつけられと思っているのでしょうね。だから就任式に集まれるんですね。罠の中に入ってるって考えてもないんですね。このように思いました。トランプ大統領すごすぎます、まあ、このような形で。そしてもう本当にどこまで私たちを思ってくださっているのか。大統領大好きで好きすぎます。また話題すぎてお腹が痛いです。かっこ悪い、まあ、このようなですね、とっても一生に勝つような楽しい、エキサス州よりメールが届きましたので紹介をさせていただきました。この方ですね、私このメール読みが来てですね、全て知っているな、このようにですね実感をさせていただきました。あのメールを、いただきまして本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。生だけじゃねえかよ。舞台裏で多くのことが起きています。ワシントン DC には2万5000人の軍隊が配置されており、他の都市にも軍が配置されています。表向きは就任式の警護としていますが、現在20日に就任するバイデン大統領に協力すると発言している各組織の長たちも、現状そうするしかない状況で発言しています。今は落ち着いていることが最も大切です。今が正念場です。正確にいつ何が起きるかは誰にも言えません。我々は今軍事行動の真っ只中にいます。全力で脅威を取り除き、大統領を復権させ大都市での暴動を抑えます。このことを覚えていてください。バイデン政権が成立しない限り、中国がアメリカ軍を進駐することはありません。そして悪を行う者は全て糾弾されます。大量逮捕が行われます。アフィリエイトを始めて18ヶ月たった一人で毎日2時間コツコツと、気づけば月間報酬いそれいつすんの。逮捕者を収容するための刑務所のキャパシティは十分にあります。中国の人民解放軍が25万人の兵力を、米国南部国境付近に7万5000人を、カナダ国境付近に、またメキシコにも展開しているという情報があります。これら中国の軍隊が我が国に一歩でも踏み込んだ瞬間に一網打尽にされることでしょう。恐怖を感じるでしょうが、怖がらないでいてください。皆さんすでに多くの愛国者たちからの発信で多くの情報をお聞きになっているかと思います。びっくりするような内容ですが、まだ最悪の事態には至っていません。最後はうまく収まるでしょう。大統領は憲法を守るために最善を尽くしています。またいつも元気にトランプ大統領を応援していただきありがとうございます。いよいよ今日は20日になります。皆様にお伝えしておきます。1月20日に行われるショーポップコーンを持ってお楽しみください。それだけお伝えさせていただきます。その後の予定は全て予定通りです。お元気でお過ごしください。まあ、ぜひともですね、日本時間明日1月21日午前1時より生中継が NHK で放映予定となっております。もしも中継されたら
さらにすごいことを見ることになるでしょう。また21日から数日以内に実施されるベクラス機密解除も予定通り実施するということであります。おそらくですが、今週の土曜日日曜日頃には実施されると思います。少しご期待をお願いをしたいと思います。次に過去のワシントンからのメッセージです。株などの投資に興味がある方へ、約2週間で37万8。何があっても安心していてください。トランプ大統領は第2期には目に見える形で世界貢献と全ての地球上の人類が平和と愛と光に包まれ豊かに幸せに暮らせる世界の基礎を築くために尽くすつもりです。全ての人から貧困と苦しみの根幹を取り除くために、トランプ大統領は今前を向いてそれらを遂行することしか考えていません。彼の2期目の目的は今述べたところにあります。必ず人類の全ての人のために彼は勝利し、日本の皆様にも幸せに暮らしていただけることを近々見える形でお会いできるでしょう。応援ありがとうございます。最後にトランプ大統領の言葉です。反撃の準備はできた。もう大統領選挙ではないんだ。善と悪との戦いなんだ。いつの時代も勝つのは神であり善であると信じて、善良な国民のために、我が愛する国民のために、人権弾圧されている人のために、言論の自由がない人のために、宗教の自由がない人のために、世界中にいる同じ価値を共有する同盟国のために、この戦いに私は必ず勝利する。以上、石川慎一郎でございました。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。石川慎一郎、いつもいつも視聴者の皆様に心より感謝を申し上げさせていただきます。本当にありがとうございます。それではいつもと同じようにいいねボタンとそしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後に皆様と一緒に恒例でございます、進めていきたいと思います。どうか多くの皆様ご賞味のほどよろしくお願いいたします。それでは本日も元気いっぱい盛り上げていきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは最後にトランプは絶対に勝つ。今から約40年前、とある日本人研究者がアメリカで、ありがとうございます。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。嬉しく思います。それでは皆様、お気合いをまたお会いいたしましょう。本当に最後まで本日もお聞きいただきましてありがとうございます。両手で振るんだよ最後。ありがとうございます。知ってるよ。 2,3 回見たらパターン一緒だったの。パターンは一緒だよ。いやでもこの人は心のから言ってるな。To you, and as a reminder, if you could please go to our website rsbnetwork.com/donate and donate what you can to help keep our coverage going and keep you informed of what's going on, because really the media landscape has changed so much just in the last 3 months. It has changed so much. We've seen viewership for a lot of the mainstream media drop significantly. We've seen independent people like ourselves and a few other conservative outlets really increase in our overall followers, our subscribers, our viewers, and so it's something that it continues to evolve in the world of media. And I don't know what it looks like 4 years from now. I don't know what it looks like a year from now.
But ご視聴いただきありがとうございました。じゃあおやすみなさい。さよなら。